台湾の風土や文化を感じてほしいと、毎年恒例となっている台湾映画祭が福岡市アジア美術館で開催されました。今回台湾映画祭では6本の台湾映画が作品がですね、上映されまして、どの作品でもですね、台湾で大ヒットをしたもので、ものばかりでございます。実は今日私が言ってきたのはですね、9月7日の毎日新聞の夕刊です。台湾生き長い東北支援、2年半、先日11日、昨日で2年半を迎えた東北大震災なんですが、台湾からは赤十字だけで100億近い義援金をいただいています。トータルすると250億になるという義援金です。さらに人的な交流もですね、ありまして、東北に家族のボランティアの方々が来て、東北の人たちを支えてくださっています。そういう非常に距離だけではなく心も近い国であります。その台湾のですね、文化風土をぜひ知っていただこうと、それでそれを日本と台湾の有効に役立てていただければということで、この台湾映画祭を始めまして、今年で4回目になります。今年も台湾でヒットした話題の6作品が揃いました。映画は人々の生活をですね、豊かにし、また我々の視野を広げることができまして、また映画が我々に知識をね、与えてくださって、人間としてね、映画を見ることによって成長をさせてくれるということもね、言えるんじゃないかと思います。私が小さい頃ですね、小学生1年生から6年生までですね、6年間台湾の東の方ですね、東部花蓮というところですね、住んでおりまして、頃、一つね、ちっちゃい町ね、村ですけれども、人口ね、200万人しかない小さいな村ですが、一つの大きな映画館がありまして、その時私が父がですね、おまわりさんですね、警察ですから、どういうわけか分かりませんが、おまわりさんの子供さんをね、映画でタダで見れるんです。私は1年生から6年生ね、もう今までね、数えきれないほどですね、映画を見てきました。今振り返って考えますとね、この6年間ね、もう何百本の映画をね、見ました。その中でね、ほとんどと言えるほどね、90% で日本の映画です。